国鉄滝11500経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式はセメント専用の四十トン石タンク車として年月日から年月日にかけて両が日本車両製造、 日立製作所、川崎重工業、富士車両の4社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号、公前知し、小滝と表記する。落成時の所有者は、富士セメント、宝国セメント、住友セメント、上高山、小野田セメント、電気化学工業、日本セメント、日鉄セメント、鶴ヶセメントの旧社であった。 1970年10月13日に富士セメントが日鉄セメントへ社名変更された。1973年6月21日に報告セメント所有全社6両が三菱工業セメントへ名義変更された。12月に三菱マテリアルへ変更した1983年11月11日に宇部鉱山所有10両。 1984年2月28日に日鉄セメント所有重量がそれぞれ日本カーバイド工業へ名義変更された。この合計20両は1983年11月24日から1984年4月4日にかけて専用種別が生石灰へと変更され形式は多機11350型とされた。多くの製造メーカー、所有者、 製造ロットにより形態は様々である。タンク体は対抗性高張力構成で、二役方式はエアスライド圧装式である。車体色は黒色、寸法関係は全長は 1100mm、全幅は 2700mm、全高は 3615mm、軸距七は 7000mm、自業席は38.5立方メートル、自重は13.8トン。 換算量数は、赤五5.5、空車1.4であり、台車は、小滝11500小千11548が、ベッテンドルフ式の TR41C、小一111550小千11559が TR41G、小瀧11560以降が、平ら受け、コイルバネ式の TR41E-13 であった。 1987年4月の国鉄分割民営化時に87両の車席が JR 貨物に継承され、1995年度末時点では62両が現存していたが、2007年10月に最後まで在籍した4両が廃車となり、同時に形式消滅となった。各年度による製造会社と両数所有者は次の通りである。ありがとうございます。